古代の福岡を歩くシーズン9。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン9。この番組は宮間市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗像、草と共に生きるオーレックの提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。今週も先週に続き、中川市に残る財布参りの道をお送りいたします。ご案内は中川市の歴史ガイドボランティア中川の城津美恵子さんにお願いしました。先週はセブンビリオンというゴルフ場前を出発、県道56号線を中川市に向かって500メートルほど進んだ西畑という三叉路まで歩いてきました。今週はその続き、西畑の少し先の別所というところに来ています。県道56号線が横を通っておりまして、56号線の横に、少し大きめの川が流れています。幅そうですね、10メーターぐらいあります。その川が流れているすぐ横の方に道路が、そうですね、幅2メートルぐらいの道路が、ありまして、これは舗装されてない山道ですね。そのまま残っているというところです。そこを今歩いています。上流へ、少し向かっているようなところですね。大変、道が悪いというところで、落ち葉がたくさん落ちてて滑りやすい道路になってますね。その道路を今城津さんの案内で、上流へ向かって歩いているところです。ここは別所というんですか。はい、別所なんですね。はい、そうですね。別所という地名の由来なんですけれども、はい、江戸時代の福岡藩の国学者青柳種信が編纂いたしました、はい、筑前国職不時周囲によりますと、セブリの山岳仏教が盛んな頃、セブリの山の上宮で東門寺という大きなお寺がございました。はいはい、その別院がこの地にあったために別所と付けられたというふうに、はい、書いてありますね。はい、はい、そしてここ今ちょっとお祭りをなさってますよね。あら、ここは石仏ですか。そうです、別所の阿弥陀仏ということなんですが、石仏の大きさが50センチぐらいの大きさかな、1メーターぐらいありますか。かなり下に入り込んでますからね。高さは1メートルぐらいあったと思います。幅が7-50センチあります。その石仏がですね、相当年代が経っていると思われるのは、その石仏に覆いかぶさるように木の根っこが、乗っかるようにありますね。大きな木がね、この木の年輪も相当古い年輪を持つ木じゃないかと思います。でその横に小さな仏様が一つあるといったようなところですね。この阿弥陀の石仏なんですが、中川市で一番古い石仏で、天平12年、西暦にしましたら1357年に建立されたものなんですね。はい、その頃はですね、南北朝時代で、当時九州では南朝型の金吉親王を奉ずる菊池武光、はい、そして北朝型九州短大の一色の龍寺、そして足利忠冬についた筑前守護勝二の三者が三つどもえに戦っていた時代でもあったわけなんですね。はい、この石仏に彫られている年号が南朝型のものであるから、当時の岩戸郷別所は南朝型の支配下にあったと思われます。はい、
南北朝時代の約60年間は全国が戦乱に明け暮れた時代ですので、はい、この石仏は戦で亡くなった方々のお弔いと救済を願ってのことだったのかもしれません、はい、この阿弥陀仏様の例祭はですね、毎年4月に別所の役員さんたちによって行われております。昔はですね、ここに艶堂もあったということです。艶堂といいましたら夜通しお勤めをするお堂のことですが、まあ、ここにあったんでしょうね、はいはい、それからですね、まあ、今通ってきましたこの道、これがもともとの財布参りの道だったわけなんですね、はい、けれども昭和3年に佐原郡脇山村が資器祭殿に選ばれた時にこの阿弥陀仏堂の前の道が廃止になりまして、今横に西畑川が流れておりますね、はいはい、それの対岸に今の県道56号線ができました、はい、資器祭殿っていうのは新しい天皇様の即位の礼で太政祭で献上される新米を作る名誉ある田んぼのことですね、はいはい、もうその時この道は廃止されましたので、それからはね、あまりこう地元の人ぐらいしか通られないんじゃないかなっていうふうにね思います。でここを昔財布参りの道があったということですね、はい、もうここをね財布参りの道を通られる方は皆さんこの石仏に手を合わせて通られたことだと思います。そうですね、そういう道路です。別所という場所の川沿いにある石仏でした。ここからしばらく歩きますと目の前に広大な畑が広がってきました。この道がですね、田んぼの中通っておりますが、はい、これが財布参りの道なんですね。あ、先ほどの、川淵からちょっと入ったところですね。そうですね、川が流れているところから少し入ったところですけども、静かな田んぼが広がってますね。広がってますでしょ、別所というところですね、別所というところですね、はい、でここは財布参りの道と言いましたが、はい、ここにも天神様が祀られてあります、この田んぼの中をね通っていたんですね、見渡す限り田んぼばかりという感じですね。でここで気づいてほしいのがこの石なんです、はい、あ、この石、はいはい、何かありそうな石ですね。これはですね、はい、菅原道真公を祀っていると伝わっているわけなんですよ。あの石の大きさがですね、1メーターかけ、4-50センチ幅がですね、そういうふうな石で、厚さが20センチぐらいの平たい石ですね。それが2つあるとで、その周りをしめ縄で飾ってあるということですね。そうですね、はい、そうなんですね、はい、でここ田んぼがございますよね、この田んぼのあざめが天神なんですよ。ああ、はい、そうですか。そうなんです、このしめ縄天神という田んぼなんですよ。でこのしめ縄を飾っている石が天神様なんですね。はいはい、でその昔はですね、祠があって、そのそばに大きなタブノキがあったそうです。タブノキ、はい、はい、里の人たちは食べた梅干しの種を粗末にしないように、はい、タブノキの根元に埋めていたそうです。あ、はい、今は祠もタブノキもありませんけれども、はい、石の下には今も梅干しの種を納められてあります。そうですか、見られませんか。梅干しの種って天神様ですもんね、はい、ちょっと奥の方にありますね。あ、ということ、あ、本当だ、ね、ということなんですね。ここも見えますね、種がしっかりと、あ、本当だ、梅干しの種ですね。種をですね、はい、でたくさんありますね。たくさん入ってますね、はい、太宰府天満宮の本殿の裏の方にもですね、あ、あります、あります、はいはい、梅干しの種の納め所っていうのがございますよね、で私も幼い頃田舎育ちです、はい、で祖父母と一緒でした、はい、そしたらですね、梅干しを食べたら食べた種は人の足が踏まないところに捨てなさいということで、はい、家の裏の土手にもういつも投げてたわけなんですよ。そうですか、はいはい、もう梅干し食うても種食うな、中に天神根でござるというような、ね、言葉がありましてね、はい、梅干しの種の中には神といって白いものが入ってますよね、あれが菅原道真公が
あぐらをかいてある姿に似ている。まあ、道真公は梅が好きだったよねっていうところで、梅を食べた後もその種は粗末にしなさんなと、それだけ天神信仰が皆さんの間で広まって深かったんじゃないかなというふうに思われますね。そうですか。そうですね。面白いですね。ちょうど石が2つこう重なるように置いてあるんですけども、その2つの石の下、間ですね、間に梅干しの種ですね、種ですね、が置いてあるといいますか、捨ててあるんじゃないですね、これはね、もう、飾ってあるというような感じがしますね。もう家で食べた種をもう粗末にならないようにって、まあ、別所の、ね、方々はこの下に入れてあるんでしょうね。でちなみにこの藁、このしめ縄なんですが、これはですね、今年の10月稲刈りをしたその新米のその藁だそうですよ。でもね、やっぱり雨風が当たるとどうしてもね、藁手の痛みがね、あるんですけれど、ちなみにですね、あのタブの木って先ほど言いましたね、ここにあったのが、タブの木っていうのは魂が宿る木とされていることから玉の木と呼ばれたそうです。そうですか。それが次第に玉の木がタブの木に変化していったということなんですね。でタブの木の木の皮の粉からお線香が作られているということです。そういうことで、ここの地名が天神というんですか、このあざ名がですね、あざ名、田んぼのあざ名が天神、あざ天神、そうですね、だいたいそのね、あざというので、そこの地名でだいたいわかりますよね、何があったんだろうっていう、ここに、ということで、まあ、昔から天神信仰が盛んだったところかもわかりませんね。もうそうですね、もう民間の間にその天神信仰が広まって、そして深まって、未だにまだそれがずっと守り続けられているっていうことですよね。 それからちょっとあちらの方を見ていただきたいんですが、田んぼの中にちっちゃい、まあ、小山みたいなものがございますでしょ。なんかなんて言いますか、冠、形としてはね冠みたいな、あ、木が生えてますからね、そう、周りにね、木が生えてまして、石がこうちょっと、刈ってあるという、あれはですね、地元の方たちは京塚というふうに言って、京塚ですね、でやはりあそこにある田んぼのあざめは京の熊という田んぼの中にあれがあるんですよね。あれはですね、三段の塚になっています。塚ですか。塚なんですよ。地元の人々は丸バカとか丸山とか呼んでいます。で伝承にはですね、九千部山というものがありますよね、のそこの由来とも関係しておりまして、昇空上人が経文1万部を読もうと山に入りましたが、九千部を読み終えて残りの千部をここで読んで埋めたと郷土史中川の方には書かれております。ああ、そうですか。そのことから経塚と呼ばれるようですね。お経の経、ただ今字はですね、京都の京の塚、本当はお経の経だったんじゃないかなとは思うんですけれどもね。そして九千部の由来説もいくつかあるようで、今から行きます梶原っていう地域の浄土真宗のお寺さんも三号が千部山、新京寺って言うんですよね。そばを梶原川が流れているんですが、梶原川の源流が九千部なんですよ。だからその九千部とその三号である千部山、何かつながりがあるようですね。また佐賀の方でもまた違った九千部の由来がありますね。そうですか。はい、地元の方が天神様とおっしゃってるその石が2つ置いてあるところからですね、はるか50メートル、100メートルぐらい先になりますかね、大きさは結構ありますね。 4,50 メートルぐらいあると思います、広さが。それが経塚という、経塚と、高さが 4,5 メートルありますかね、上の方に今木が生い茂っているという、それが経塚という、九千部山の由来とこう関係があるということですよね。そうですね。そういうのがここにあります、同じ別所の広大な畑の中を少し歩きますと、四つ角に何やら 4,50 センチくらいの高さの道しるべらしきものが見えてきました。これもうえらく、傾いてますけれども、ここに財布前の道ありましたよという
証拠です。銅鏢ですね。この銅鏢がですね、大きさは 4,50 センチぐらいの、棒状のものですけども、そうですね、幅が20センチぐらいあるかな。それに間になんか傘みたいなのがついておりますが、これが傾いているという、別所の財布道道しるべについてというふうに書いてますね。はいはい、でここは四サロになってるわけなんですよ。はいはい、でここは明治の初期までは別所の中心地で三本垣というふうに呼ばれて、もうそれこそ博多と太宰府へのまあそのなんて言いますか、分岐点だったんですよ。だからここにうっすらと左博多なんですよ。左博多、そう、田はちょっとね今もう見えなくなってますが、裏には右もう財布と書いてあるんですよ、この後ろ。ちょっと後ろ見てみましょう、はい、斜めになって非常に見づらいですけども、左財布ですか、はい、そう言われて見ると分かりますね、感じなんですけれどもね、これは銅鏢、はいはい、でこれはですね、しばらく行方不明になってたんですね水道の、まあ、施設工事とか道路の拡張工事とかで行方不明になってたんですが、地元の人たちとあと郷土史の愛好家の人たちで二十数年ぶりに見つかって、今こちらの方にまた置かれているというものなんですね。はい、はい、でこの三本柿、明治の頃ですよね、多分この名前からして三本の大きな柿の木があったと思われます。この別所の村の方々はですね、待ち合わせの場所、三本柿に何時ねと待ち合わせの場所にもなってたんですね。あ、そうですか、はいはい、今ちょうどここ駐車場になってますね。駐車場になってますよね。車がたくさん止まってますが、はい、でここが待ち合わせ場所。はい、そして昭和の中頃ぐらいまで八木堂病院という病院がありましたし、国旗掲揚台があって、お正月とか祭日には日の丸をあげていたということですね。はい、ちょうどこの道路が、まあ、三本柿というね、三つの三本の柿の木があったんじゃないかというところですね。筋になってます、ね、そうですね、まあ、4本の道が交わった場所ということが言えるんですね。そうですね。そしてここが博多に行く人と財布の方に参りに行く人との分岐点であったということですね。はい、その分岐点に、今銅鏢が少しこう倒れかかってあるという感じですね。しばらく畑の中を歩くと大きな川が見えてきました。中川に出ました。この川に架かる橋本橋に立ちました。橋本橋というところに来ました。はい、ここは橋本橋というところに出てきました、はいはい、財布参りの道で岡崎峠とか、はい、萩の春峠を越えてきた人たちはここでほっと一休みをされたんですね。ここの、はい、川はですね、幅20メートルぐらいある、はい、まあ、浅いですね、水かさがね、10センチか20センチぐらいの水かさになってますが、はい、それが流れているという、はい、まあ、ゆったりした気分になりますね。はい、今見られると何にもないですよね。ありませんね。何にもないですよね。ありません、はい、もうところがですね、はい、ここは繁華街だったんですよ信じられないでしょうが、ここがですか。まあ、そうなんですよ、はい、昭和30年頃までですね、非常ににぎわった場所で、はい、酒屋さん、呉服屋さん、豆腐屋、駄菓子屋などの店が軒を並べていた場所でもあるんですね。はい、そういえば、まあ、人家が多いですよね畑の中にね、かなりありますね。はい、そして岡崎峠とか萩の春峠を越えてきた人々はですね、はい、ここでほっと一休みということで一杯飲むわけなんですよ。はい、そして一杯飲んで大切な牛とか馬を路肩の木につないだまま忘れて帰って、翌朝目覚めて慌てて迎えに行くという人もたくさんいらっしゃったということなんですよ。それから今はですね、はい、平成28年にこういうふうに立派な橋がね、はい、できましたが、もともとは飛び石、橋じゃなくて飛び石だったんですね。飛び石、はいはい、それから橋の板
もう板の橋になったんですね、はい、それからまあ土台石の上に切り石を並べた時もあったんですが、はい、昔のその、 あの橋板の時にはですね欄干をつけていませんでした、はい、中川は結構あの氾濫を起こす川でしたので、はい、欄干つけてその欄干に木枝が引っかかると橋が流れてしまう、もうだからもう欄干つけずにどうぞもう上を流れてくださいというズブ入り橋でもあったわけなんですね、はい、はい、うん、そしてですねこの土手今ずいぶん高くなっています、護岸工事などを行ってですね、はい、もっと昔は低かった、そしてここまっすぐ道が中川沿いにありますよね、はい、ですから小学校の子どもたちの運動会のかけっこの練習場でもあったわけなんですね、この道がですね、あ今まっすぐな、ね、うん、道路になってますね、はい、はい、400メーター先まで見えますね、ここからね、もう中川にはですね、はい、あの源流の方に3つもダムができておりますので、瀬振ダム、五箇山ダム、南畑ダムですね、はいはいはい、である程度川の水というのは調整してこのようにね緩やかな水の流れになっておりますね、はい、うん、そういったところです、はい、今夜は中川市の財布参りの道を歩きました。ご案内は中川市の歴史ガイドボランティア中川の城津美恵子さんにお願いしました。この続きは来週お送りいたします。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。こんばんは。 こんばんは。中川市に行ったらぜひ行ってほしい場所の一つに、はい、荒人神社という神社があるんです。漢字で書くと現れる人って書いて荒人神社なんですけど、実はですねこの荒人神社5年くらい前からかな変化が行われてまして、何でしょう、昔私の知ってた荒人神社と違ってるんですよ、あの先代の宮司さんのお孫さんが新しく宮司さんになられて、この方が30代の半ばなんですね。でこの影響もあるんでしょう、ちょっとねキラキラしてきました。お仕事運の神様としての存在を前面に出してきてるんですね、詳しいお話を荒人神社のゴンネギの川添智樹さんに聞いてきました。この仕事運の神様を前面に出してきたのはこの荒人神社の由来に関係してるんです。この住吉祭神とあの神宮皇后をお祭りしている神社なんですけれども、神宮皇后が朝鮮半島に遠征した時に荒れ狂う荒波に悩まされていた、その時に起こった出来事がベースなんです。その時に船のへさきにですね当社のご祭神がお現れになって無事に生き返りを導いていただいたということがあったんです。でその時にその無事に行き来ができたということで皇后様大変お喜びになられて感謝されて、でその時に人の形となって現れてらっしゃるので荒人大明神ということで、そういう尊号お名前を授けられてお祭りしなさいというふうにおっしゃったんです。荒人神社で、これがどう仕事運につながるかと言いますと、はい、荒波等を無事に乗り越えて、お導きをされるお神様ということで、で今の時代にもいつの時代でもお仕事とか、まあ、まあ恋愛だとかそういうご生活の中でいろいろな困難とか、まあその支障とかですね苦難を乗り越えて導いていただけるということで仕事運向上というふうなご利益でお参りされている方がいらっしゃったということですね、うん、プロジェクトがうまくいきますようにという願いが叶いそうですね。そうですよ、もともとそうやってお参りしてた方がいらっしゃるんで、じゃあこれをもっと分かりやすく前面に出していこうっていうことだったんですよね、はい、でもこうしたことによって初めてでその荒人神社の由来ですとか、あと神宮皇后のことを知ったっていう人も出てきてるわけなんですよ。でやっぱりお守りも充実してました。仕事運の向上とか就職成就のお守りなんていうのもあるんですよ。でも私が一番心を惹かれたのがあの神宮皇后をかたどったというかイラストにしたステッカーができてたんです。あ
これはちょっとこう現代風のポップなキャラクターとして描かれてますね。そうなんですよ、うん、軍船扇を持って凛々しく戦いに出かけるかのような美しい女性の絵が、そうですね、手のひらサイズの、だから高さ5、6センチ7センチあるかなぐらいのステッカーになってるんです。しかもシルバーでキラキラ輝いてます。そうなんですよ、なかなかすごい、なんでステッカーにしちゃったのか嬉しくって、これも川添権禰宜に聞きました。無事にお導きをいただいたということで、その神宮皇后様の、お姿をかたどったステッカーをで道中安全ということで、そのステッカーに記してお分かちをしております。道中安全、何用にお貼りすればよろしいんでしょう。お車にお貼りいただく方もいらっしゃいますし、あとは旅行の際ですね、スーツケースなどにお貼りいただいたりとか、あとはタブレットとかPC、パソコンにお貼りいただいている方も多くお見受けしますけど、川添さんご自身はって聞いたら、あ、僕はタブレットに貼ってますっておっしゃってましたそうですね。で、これイラストも地元の那珂川出身の諫山直哉さんという方がお書きになったそうなんですが、こうやってこう地元にこう盛り上げムードが持ち上がってるんですけど、さらにお導きの神様ということで、若い女性は恋愛に対してのお導きって言っていろいろ足しげく通ってらっしゃったりとか、私が行った時にはですね、仕事のことをお願いしてるちょっとお姉様っていう感じの方もいらっしゃったりしたんですよ、うん、で恋愛で行くと恋の木っていうのを境内に作ってて、恋愛用の恋、魚の鯉ですね、はい、可愛らしい、何でしょう、形の中におみくじが入ってる鯉みくじっていうのがあって、この外側を木にぶら下げて、より鯉が実りますようにっていうふうにお願いができるような仕掛けもしてあるんですが、これが可愛くって、他にもですね、えとみくじのえとを並べておいたら、お客さんが、参拝客が勝手に可愛らしく並べ直してハート型にしたりだとか二重丸にしたりとか、インスタ映えすることになってて、ますます荒人神社は可愛いことになってます。中島理恵さんでした。ここで番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン9のバナーをクリックしてください。またラジオクラウドという無料アプリをダウンロードすれば、スマートフォンやタブレットからもお聞きいただけます。この番組は宮間市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗像、草と共に生きるオーレックの提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。HKT48 の柳瀬玲也です。 RKB ラジオでお送りしているガールズパンチ HKT48 の桃地山ラジオ局ポッドキャストでもお楽しみいただけます。 Apple、Spotify、Amazon Music、Google ポッドキャストなどで桃地山ラジオ局と検索してフォローをお願いします。